皆さん見てください。まずはこれ、前回は天使のね羽を作ったべこなんですけども、悪魔のね羽も隣に生やさせていただき、なんかさ大きさ大丈夫だよな、合ってるよなこれ。そしてなぜかわからないけども、とんでもない数が向けられている。なんも悪いことしていないのに。はこちらね、なんかTLT キャノンがいつの間にか進化しています。ギルドから伸びてますなぜ。しかもちょっと笑ったのが、大空警察も狙われてるワンちゃんってか、大空警察じゃなく、多分スバル先輩の顔が狙われている高さかなと。警察をも敵に回すここのギルド、ギルドマスター時の空と聞いているが、本当に大丈夫であろうか。いろんなやつを敵に回しているが大丈夫なのか。それにペコーラふとね疑問、コヨラボもさ、ギルドなんかな、コヨラボも。しかもなんかギルドもなんかめちゃくそなんか立派になってるし、これ完成なのかな。完成ではなさそうか。あ、でも完成っぽそうか。なにこれ、ギルドマスター時の空のあれか、ギルドメンバーホロックスってこと。うん、いや、そう。